はい、こんにちは、タカです。やっと来ましたね。はい、パイロットの核の透明軸です。はい、こんな感じ、極細字。まあ今回ね、透明軸で、新たに追加された極細字、うん、ということでね、極細字、はい、開けてみましょう。透明のキャップ、透明の軸、カートリッジと、優しい万年筆、書くのの使い方。まあ内容はね、書くのと同じで、透明軸。うん、いい感じの透明度だと思います。これね、僕ね、ちょっと銀座の伊藤屋に行く時間がなくて、ちょっとね、銀座の伊藤屋に行って買ってきてもらいました。はい、ね、買ってきてもらいました。はい、で今回これですよね。ペン先がね、テヘペロ仕様になってるんですよ。うん、これが透明軸のペン先の特徴ですよね。はい、というわけで、ね、どうしようかなと思ってね、インク、なんかね、ちょっとこれインクが色が落ちてない感じのコン50がここに、ありますね。コン40はね、ちょっと使いたくないんですよね。コン70いけるのかな、これ。コン70いけたら綺麗ですよね。ただコン70ね、今持ってないんですよ。カスタムヘリテージでね、ちょっと使ってるんで、これ いけるね、いけるまさかのカスタムヘリテージにこれつけようとしてるけどね、うん、つかないです。ちょっと一瞬、なんか一瞬つきそうで、ちょっと、うん、びっくりした。はい、はい、というわけでコン70いけそうですね。うん、まあとりあえず今はコン70ないんで、ちょっとね、色落ちしてないコン50を使って、よいしょ、インク入れてみようかな。じゃあね、クジャク入れてみようかな。うん、今回はクジャクでいってみようかな。はい、それでは、ニーモシネに書いてみましょう。うん、まあキャップはね、後ろにつきます。はい、行ってみます。おお、細い。うん、極細字ですね。
細かい字はね書きやすいと思います。で変な引っかかりがないんで、うん、十分かな。なんとなくこのコンバータ、コン50だとね、コン50だとインクの色はパッと、まあ分かりにくいかな。なんか写真とかでね、パイロットのページかな。なんか写真とかで見ると、カートリッジの方が、この透明軸がね、すごく映えるというかね、うん、そんな印象はあったんですよ。だからまあパイロットから出てる何色かねカートリッジありますけど、そういうカートリッジを使うっていうのもありなのかもしれないなって思いました。うん、コンバーター使うよりもずっと中の色がね綺麗に見えるような気はします。うん。インクフローがやっぱりしっかりしてるんですよね。うん、さすがですよね。書き心地は十分。ちょっと何本か欲しいですよね、これね。うん、カートリッジでも使いたいな。ね、パイロットのカートリッジ、僕、黒とブルーブラック、しか使ってないしね、他の色も使うチャンスかななんて、うん、思います。とりあえずね楽しいです。ちょっといろいろとね使ってみたいと思います。